ちょっとここでパーってやった。あとマジでお見せしました。ちょっと一人2時半ごろ降りる人が降りたら2時から海に出ますから。それで深里桟橋といいます。向こうの方で船つけて、そこでみんな上陸して、そこから花火上がりますから。それ見ていただきたいのが今日のスケジュールです。その間、ここにマジックの弟子が2人いるんですけども、ちょっとマジックもお見せしますから、マジック見てください。楽しみにして。それから私、今言ったように、広島へも親父がビールを作りに行って、世界中作ってまして、韓国にビールを作りに行って、韓国にキリンビールありましたよ。満州も作って、ね、あったでしょ。父親が作って、で私、2度目の広島で原爆に会いました。このね、原爆の話ってのは、本当、もうすぐ8月だから、本当、痛くない、あんまり暗い話ならあれなんですけども、8月6日、私、15歳でした。もう当時ね、若い人知らないでしょうけども、学校どこじゃないから、動員でね、工場行ってました。8時15分、大きな旋盤の下に叩き込まれたんですね。岩崎さんね、その時に僕、ほら、空襲警報がなかったですからね、お父様。昔は空襲警報あって、警戒警報あって、空襲警報あって、みんな僕も逃げた、そう言われたんですけど、何もなかったですから。いきなりバーンと来ましたから、もう直撃食ったと思ったんですね。そんな原爆なんて全然分かんなくて。で、僕はね、爆心地取って毎日通ってたもんですから、8時15分、うち帰ろうと思って、爆心地めがけて歩き始めたんですよ。だから、もう壮絶な地獄のようになるよ。で、うち帰ったのは9時何分で、20時間爆心地にいたんですよ。それで髪の毛抜けて、ハンカチ入れて、惨憺たるあれでした。放射能、皆さんの数千倍の放射能。それでも今言ったように、それからすごい話がありまして、あとでちょっとお見せしますけども、うちの庭広くてね、前、連休場で何十万人って人がね、6000度の熱ですよ、半分溶けちゃってますよ。私の学校1年生365人、全部溶けちゃってますから、気が立ってて、私2年生で工場にいますから、今4人だけ来てます。最後の語り部でね、やっぱりね、広島の人はね、原爆の話しないんですよ。ほら、福島の子供がほら、うつるって。たでしょ。で私のうち広くてね、軍隊の事務所ができてて、日本中からね、我が夫は我が子供って探しに来るんですよ。帰るってポロッと死んでくるんですよ。広島の市内に帰って帰るとポロッと死んでくる。だからあれ、これお母さん、親父は満州っていなかったんですよ。これ普通の原爆弾では違う。皆さん知ってたの？皆さん広島以外の人は原爆ってのお年寄りの人知ってる？市民さん知ってた？広島で原爆を使ったの知ってた？知ってた？私知ってます。知ってた？原爆私はね、海におりました。近いでしょ。で、その原子爆弾だったの分かってました？いやいや、それは分からない。分からない、ね、分からない。なんか、ピカッと光ってくるね。ピカッと光ってくる。大変な、間違いは大変だと思って。あ、そう言ってた。噂が与えました。山崎さん、原爆っていうのはだから、日本人は相当後まで知らなかったよ。で、ほら、映るって話。原爆者映るんです。福島の子供映るからっていじめられてるんじゃないですか、今こっち来た人は。あれですよ。なんか映る、伝染病だって言った。間違いないんでね。それで、とにかく、これに早く予感が帰る、早く予感が帰る。で、キリンビールがついてましたから。親父は満州でまたゆっくりゆっくりになってましたけどね。命が、その時に、後でちょっとお話ししますけども、一面 何万人っていうお化け見ても、もうごめんなさいね、ちょっともうあと3分で終わりますから、もう止めて止めて止めて、この話ね、知らないでしょ、普通の人。今の広島の子も知らないの、もう体験者になると分かんないですよね。とにかく凄まじい、原爆はダメです。絶対この地球上ダメ。平和理論がありえないってことは思ってますから、それだけちょっと言ってもらって、入り口帰ってきて、昔ちょっとあと CD ありますから、隣の奥さんがね、凄まじい時にお産が始まったんですよ。もう気持ちね、あと焼け取ったらこうやってね、私の母親お産ますのおにゃーって赤ちゃん生まれたんですよ。で、両方の母親死んじゃったんですよ、原爆症で。で、この赤ちゃんの悲しみ分かりますかって紹介したんです。それからもう一つ、私ね、親父が回して、当時犬なんて飼ったって、犬なんて食べちゃう時代ですから。で、こう犬ね、兄弟みたいに飼ってたのがすごい。もう僕の後、口で離れなかった。それ広島から予感を受ける時に、それで繋いでね、もうキャン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 、ここのそのキャンキャン鳴き声聞こえない、忘れないの。2日になっていないから、絶対横浜目がけて歩き始めたら間違いないしね、多分岡山あたりでよたれ死んでたと。
そのキャンキャンと僕の愛犬の悲しみ分かりますかって紹介したんですよ。でその詩を皆さん、おととし朝日新聞がその赤ちゃん生きてますよって70何年ぶりに会いましたよ。おにゃおにゃの赤ちゃん生きてらして、いや、そうですけど奇跡でしたね。僕には泣きついてて、だからそれテレビとかそういうライブ一切ダメだって、もう朝日新聞が頼むから出てくれって言ってます。赤ちゃんというか裸でザーッと写真撮られて、私の原爆者入院会だと全部私の彼ってアメリカですよ。この間入院したお父様、私の彼ってアメリカですよ。GHQ 見守っていったんですよ。あのおかしいですよね。救急病院に絶対俺の彼って渡すなって言ってありますけど、広島は全部アメリカ行っちゃったんですよ。そういう原爆のね、あれがありました。それともう一つ、今度は楽しい話切り替えます。あの、マギックって今からお見せしますけども、マギってのあるんですけど、そこに政治家いますね。あの政治家ってのは、ね、あの日本で一番古いんで、マギってのは中大工の卑弥呼だと思うんですよ。やっぱこういう人はね、予言をしたりね、いろんなことやって、あのピラミッドを建てた職人がいるわけでしょ。あの建築学、それから何時何分に星がこう通るよって、天文学、医学、それから哲学をマスターするマギってんですよ、皆さん。あのマギシロはあいつ知ってるのか知らないか、マギシロってつけてますけど、それで、あの石の職はヨーロッパ渡って、ほらお城だとかあの教会作って何百年の歴史、秘密持ってるんですよ、ほらピラミッド作る。それ英国が渡って、それがフリーメイソンになってるんです。それであのヨーロッパ中にずっと行って、モーツァルトのがフリーメイソンですね。でそのフリーメイソンがアメリカだったらロスチャイルド、英国だったらロスチャイルドだと。それであのアメリカだったらロックフェラーの、それをみんな原爆の研究何十億かけてやってたんですよ。で昭和18年もう日本手を挙げてたんですけど、ちょっと待ったと、まだ実験やってないよと。そういうフリーメイソンの連中がちょっと待ってと言って、さあ20年できたから広島と長崎にあの